直球 TV とは絶対直球女子プレイボールズが絶対的アイドルとして出会って絶対的なラクールとして成長していくこと、全体的に日本の野球をより盛り上げていくためのさまざまな視点で研究した球体歴史研究の場所、そこだけの研究の思いが見えたところで伝説ライトを取ったお母さんの笑顔がところで、バラエティ3番に3球などはまるでベストボールを投げスタンドインするホームランのようなドキュメンタリー的新感覚総合アイドルバラエティ動画コンテンツなのである。ガラ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 ガ俺はルールブックだ でおなじみ村田球審の位置にいますブームブーム勝美です。よろしくお願いします。今回の2回目ということでどうですか皆さん、メンバーの皆さん意気込みなんか言っちゃってくださいよ。前回ね、はい、やる気しかない、ね、前回ちょっと2問しか当たらなかった。そうですね、前回ちょっと野球の知識が薄いぞということを露呈してしまいましたけども、そうですね、本日の企画はですね、野球選手といいましてもやはり人間でございます。ミスもしますし涙なんかもすることはございます。野球はそんな人間ドラマなんですけども、そんな人間ドラマの中で生まれた名言、今日はですねそちらを勉強していきたいなと思います。題して野球選手名言穴埋めクイズ。今から我々がですね、野球ファンなら誰でも知っている感動の名言を発表します。しかしその一部が虫食いになっているので皆様はそこに当てはまることを考えていただきたいと思います。待ってた待ってた、はい、ということで皆様早速1問目いきたいと思います。お願いします。それでは第1問でございます。1問目はこちら、はい、我が巨人軍は○○○○○○ということで、こちら長嶋茂雄さんの名言でございますね。ミスタープロ野球と言われました長嶋さんが引退スピーチの際に言った超有名なスピーチでございます。皆様こちら考えてください。シンキングタイムお願いします。じゃあ皆さん書けました？はい、はい、それでは一斉に発表していただきましょう。お願いします。ズドン猫でやってみんないい、どういう永久不滅、なんか楽天ポイントみたいな感じなんですね。永久不滅、そして永久不滅魂である。我が巨人軍は魂である。ちょっと哲学っぽいんで説明してもらっていいですか？どういうことですか？これ我が巨人軍は魂である。いや、俺らにかなうものはおらんぞと。おらんぞちょっと千葉県出身の俺らに変わるもんはおらんぞと。おらんぜよ。松川さんも気になります。松川さんは何ですか？永久不滅みたいな。我が巨人は永久不滅だよね、やっぱね。誰に聞いてるんですかね、これね。ちょっと奥さんいいですか？奥スプリングさん、はい、我が巨人軍はみんないい。みんないい。相田光雄先生みたいな。そうだよ、みんないいよ。みんないい、みんな違ってみんないいみたいなことです。いい。ちょっと篠塚さんなんですけども、はい、残念ながら永久不減になってますね。残念ながらね、永久に不減なんですね。言わんとすることは分かりますね。まあまあそうですね。我が巨人軍は永久に不滅です。いや間違ってる。まあまあ正解にしましょう。永久に不滅です。続いての問題はこちらでございます。はい、大谷長嶋がひまわりなら、俺は○○○○と野村克也さんの名言でございます。こちら通算600号ホームランを放った際のインタビューで答えた名言でございます。当時ですね、長嶋さんや王さんにいくら記録で勝っても話題性で勝てなかった野村さんが皮肉も込めて言った名言でございますので。はい、いただきたいなと思います。まあ、ヒントとしては長嶋や王がひまわりですから。じゃあ俺は何なの。どうしました？愛人さんがちょっと住民なんて書いてただけか。あ、バラバラ、あーやろう。でもまあまあまあでも、まあ、はい、すまんって言われました。すまんすまん。なかなか離れてるんですけど、ね、それでは一斉に発表していただきましょう。お願いします。はい、はい、ノミサピ、そしてチューリップ、
土だ育てる太陽だ太陽だあれですね、雷神さんはカンニングしました。土だ、はい、これはどういうことですか。土台みたい。深いね、深いね。俺のおかげで大谷長島がいるんだよということですね。なるほど、まあ、大体みんなそんな意味ですよね。育てる、育てる、大谷長島がひまわりなら俺は育てる、あいつらのことを育てるぞっていうことですね。そうですね。なるほど、優しいな。チューリップ、チューリップとこの野に咲く花の様子、ちょっと若干ね、なんですかね、ちょっとかぶってるような気持ち。ひまわりってめっちゃ売られてたりするじゃないですか。だけどなんかもう、はい、謙遜してる。ああ謙遜はしてるんですけど、野に咲く花のようだよ。山下清の番組の歌だったら合ってたんですけどね。このチューリップの横に書いてあるアヒルの足みたいなやつ、チューリップ、これ何ですか、これは何ですか、これ足、アヒルの足みたいな、ね、チューリップの花、はい、チューリップの花を茎を描かないと初めて見ましたね。なるほど、そういうこと。はい、ということで正解の方いきたいと思います。正解はこちらです。大谷長島がひまわりなら俺は夜に咲く月見せろ。惜しい惜しい惜しい、来た、何とかに咲く、なんて惜しい。あ、ほらめっちゃ惜しいんだけど、惜しいですけども残念、正解。あと雷神さんはカンニングした結果も正解。